もプロボーラーのスタです。先日ですね、全日本男子プロボーリング選手権大会が開催されまして、私もね参加させていただいたんですけども、36名までがね、準決勝進出できるところ、なんと私38位ということで、予選敗退してしまったんですね。そのね、原因がっていうのがですね、もう完全にショートコンディション、もうこちらね、もう毎年苦戦してるんですけども、これをなんとかしないとね、もう来年もね、予選通過できませんので、もうね、時間はないと、1年間しかありませんからね、もう早速ちょっと準備検証ね、どんどんちょっとやっていきたいなと思いまして、今日はリベンジということで、伊賀ニンニンボールではございますけれども、33フィートの実際疲れたコンディションを、1ゲーム投球してみたいなと思います。ショートコンディションね、私そんなに得意じゃない上に、このコンディションをね、さらに短く、そしてね、外が曲がってこに来にくいという感じですので、こういった連コンディションでね、やっぱり使えるボールとかね、そしてこういうコンディションのスペアの難しさっていうのがありましたので、その辺をね、なんとか課題をクリアしていきたいなというふうに思います。そこでね、用意したのが、実はねこれ大会前にも用意してたんですけども、今回はなぜか、持ち込まりませんでした。持っていったらよかったんですけどもね。ということで、今日はですね、マーベルマックスアタックで、こちらの、ピンと PAP の距離が2分の1インチのボールで投げたら、何点出るのかっていうのを検証してみたいなと思います。何点出るのかっていうともね、1ゲームですからね、高い低いはあるかも分かりませんけども、使えるかどうか皆さんにね、ぜひ見ていただいて、皆さんの参考にもしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。それではね、早速1ゲーム投げてみたいと思います。ぜひご覧ください。どうぞ。悔しかった。はい、それではですね、全日本選手権大会のレーンコンディションをね、投げてまいりたいなと思うんですけども、お名前はね、反省会です。反省会、反省してもね、することがありすぎて、もうちょっとね、話にならないですけど、とりあえず反省して頑張ります。はい、でボールはですね、当日持っていかなかった特殊なレイアウトのボール、はい、じゃあね、これを外目を投げていきましょう。よし、 OK。 はい、こういったボールもね、必ずやっぱりこう必要ですよね。1投目に限らずね、こうスペアがね、やっぱりね、非常に難しかったので、そのためだけに、あえてね、今回は私ではね、ちょっとウレタンボールではきついかなとかと思いながら、そういうところもあったので、ピンがね、飛びにくいっていうのもあったので、スペアのことをもっと想定して持っていっとかなければなりませんでした。はい、その点も含めてね、今日は、こういう緩いボール、どうしてもね、ピンと PAP の距離ここまで短くするとボールっていうのは、緩めになってきますので、そういったボールを、そしてリアクティブなボールで、ポケットをついていくと。そして、スペアの時、基本的には私スペアボールで、ショートコンディションはもう取りに行こうと思いますけども、非常に難しい場合はこういう緩いボールであれば取れる可能性も広がってくるんではなかろうかということで、うわー、帰ってきた。いや、当日あんな帰ってきたかなちょっとギリギリな部分はありますけども、ほんのちょっとわずかね、わずかにボールが出たと、いう感じです。はい、ただ、こういう風に帰ってくるレーンコンディションもありました。でもわずかにね、わずかっていうか例年よりはね、外は曲がってきたと思うんですよ。なのでね、もうちょっとね、私の中でもね、攻略できなあかんかったなというふうにはね、すごく思っております。でね、本番はもっと中目を投げたんですけども、この反省も生かして外を投げますけど、うわー、そうですよ、そう、もうこういうふうにね、ちょっと内にかぶると、今ほんのちょっとだと思うんですけど、どうしてもボールがね、全部左の方にね、短いコンディションやからこうなってしまいます。ただ、これだけ、緩いボールになってくると、やっぱりね、ピン、ここ普通のボールだったら今裏を通り越えてっていう可能性もあったんですけど、そうはならんっていうのはやっぱりちょっと魅力的ですよね。はい、じゃあこのスペア行きましょう。こういうのがまた難しいんですよ。さあ、どうだどうだ、 OK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 。こんなね、日本のね、スペアがね、難しいとかって言ってたらちょっと話にならないんですけど、33でちょっと軸が入ってるだけでボールがね、もうバインバイン動くんですよね。なので、この、大会、本当に多くのプロボーラーが、お恥ずかしながら、私も含めてめちゃめちゃスペア見捨てました。でね、上位行かれてる選手っていうのはほとんどやっぱりスペアミスを、イージーミスをこうしないんですよね。はい、そういうところをね、完全に反省です。はい、
スペアちゃんと拾っていれば、まあ、楽々予選通過っていうところもありましたんで、はい、なので、まあ、そういったところもね、ちょっと私のスペアの技術アップしていくためにもね、今新しい感覚にも正直、もう早速トライしております。その辺は投げながらお話しさせていただきたいなと思います。あー、これもうちだ。うわー、いやー、ラッキー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 。まあでもね、収まっちゃいますよね収まるっていうか、1番ピンでまだ済みますよね。もう完全に今の打ちミス具合だったら、まあ本当にこうもう胴裏通り過ぎてっていうところでも全然おかしくなかったですけど、あれがね1番ピンで当たって収まってくれるのであれば、まあちょっと割とありなレイアウトなのかなというふうにもちょっと思ってきました。はい、行きましょう。さあどうだ、これは出せたよ。うわー、そう、出せたと思うと2番10番、出せたと思うと2番10番になってしまうということはね、ちょっとこう内側からね、やっぱラインをね取りすぎなんですよね。今裏に行かないようにちょっとボールを膨らましに行ったんですけど、はい、ダメです。そういうライン取りではダメですね。やっぱもっと外からタイトめに、それがこういったボールではいいんでしょう。はい、よっしゃ、ちょっとこれもね新しいスペアの感覚でちょっと、はい、どうでしょうか。いやー、惜しい。はい、まあ、ちょっともうちょっとボール左を狙ったんですけど、実はですねスペア、私ピンを見て投げております。もうピンを見て投げます。今後はもうね、スパッと通ったからといって、やっぱねリリースポイントやっぱ若干ずつずれていきますよね。なので、どうしてもね先のスパッとが通ったとしても狂いがね出てしまいます。はい、そういったところも加味して、どうしてもなんか自分の中で、最終的なボールの到達点が定まらないっていうね矛盾をすごく感じましたので、もうねちょっと先を見て投げますよ。先を見て、まあ、でもね天品早速帰ってきて練習したんですけど、ほぼミスりませんでしたので、意外と人間の感覚って慣れていくもんやなっていうか、本番でどうかなっていうのはありますけど、よっしゃ、OK。 はい、やっぱちょっとね右向いてしまうとね、どうしても2番10番の可能性がどうしてもやっぱ高くなる。まあ、1対2とかそれぐらいですからね。なのでもうちょっとこう手前で止めるような感覚で縦目に投げていった方が、やっぱりこうストライクにはやっぱちょっとずつなりやすいような気がねしますよね。はい、というところで、まあ、ストライクなんとか、これを持ってきて200ペースに行きたいところですけども、どうでしょうか。そして来年もぜひ参加させていただいて、上位にね少しでも食い込むために今からですねちょっと攻略をしていきたいなと思っております。なので伊賀ニンニンボールでのレーンであればなんとか攻略したい。来い、よし、攻め切れました。攻め切れた。これぐらいの強気ですよ。強気の人だ。これぐらい攻めれないと無理ですよ。もうガターを恐れてちゃね、もう本当ショートコンディションはもう打てない。はい、ので強く強くいきます。にしてもガター怖かった今もうすぐそこがガターでしたよね。はい、じゃあですね、ターキ目こういうスコアになってればね本番も全然いけたんですよ。なのでちょっと3枚から3枚半ぐらいのボールの落とし位置をしっかり狙って、さあどうでしょう。うわ、耐えた耐えた、いけいけ、惜しい。まあね、本間も何回こういうピンアクション見たか分かんないですよ。本当にもう嫌というほど残りました。9番も10番も7番も非常にね、やっぱり伊賀ニンニンボールよりもピンがね重たかったですし、すごくピンもしっかりしておりました。はい、なのでマジでピン倒れませんでした。それも言い訳です。精度があればちゃんとみんなピン飛んでますから。はい、で
その精度も出せるように気合い入れて頑張ります。よっしゃ、オッケー、よし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 。ちょっとねピンを見ながらスペアを取るっていうのもちょっと慣れてまいりました。今ねあんまりボール曲がらなかったですけども、実際ピンのちょっと右ぐらいをね、狙って投げてるんですよ。ただね意外とねボールそこ行くんですよね。やっぱね20とかね、1240とか、まあ、そういったピン狙うときね、まあ、まっすぐ板まっすぐであればね納得して投げれるんですけど、どうしてもこう斜めに投げていくってラインがあったときに、うん、皆さんも分かるんかな、こう、ちょっとでもこうちょっと右に、例えば、リリースポイントずれちゃってスパッと通ったとしたら、もうねやっぱスパッとの時点でちょっと変わるだけでもう向こうではえらい変わりようですからね。はい、まあ、そうであればもう投げれるんであればピン見て投げた方が精度高くなるんじゃないかなとかって勝手に思ってね、今また変えてます。いつになったら定まるんだって話ですけど、いやこれはね確率をさらに上げるためのものですから、固まるとかそんなんじゃないんですよ。さあどうだ、これいいでしょ、よっしゃ、 OK。 今のはね、まあ、ライン取り落とす位置、もう自分の中では今のは完璧でした。はい、 OKOK。 まあねこれぐらいの精度ですよ、これぐらいの精度。お、ちょっといいんじゃない、200いきそうじゃん。やっぱこういうレーンコンディションではこういうボールありなのかな。ありですね。なんで持っていかなかったんやろ本当に。もうちょっとやっぱりね、攻略、スポコンならではのこの攻略をねやっていくべきでしたね。はい、まあ、その辺は反省、今後に生かします。よっしゃ、はい、行きましょう。そうはどうでしょう、どうでしょう、来い、よし、 OK、 よし、33フィートで200いきそうですぞ。来たよ、33フィートでようやく200。伊賀ニンニンボールでもね最高、最高ってことはないか。撮影ではね170でしたね。1ゲーム目投げた時は114点でしたからね。はい、でもねやっぱりね打てるイメージ、打てるライン取り、ボール選択、これはねスポコンでなればなるほどもっと準備していかなきゃダメ。ああいう舞台では全く通用しません。じゃあ行きましょう。さあどうでしょう、どうでしょう、どうでしょう、よっしゃー、オッケー、よし、来た。これはもうちょっといいんじゃないでしょうか。リアルなガッツポーズが出てしまいました。はい、まあこれぐらいねいけなあかんよね。まあこれぐらいの点数を本番でねしっかり出せれば、なんとね24ゲーム投げてね確か200超えたの5回ぐらいでしたから、そんなものがね上位いけるわけないんですよ。はい、なのでその辺はもう超大反省、正座です、正座、ガチ正座です。私はボーリング本気で取り組んでおりますから頑張りますよ。はい、最後チーンにならないようにいきますよ、軍予告、走っております。よし、いいよ。さあどうでしょう、どうでしょう、どうでしょう、チーンでした。はい、ということで、1ゲーム投球いたしましたけども、222点でした。ニンニンニンというところで、はい。まあそんなことはどうでもいいですね。はい、まあ、33フィートのね、コンディション、まあ、投球しましたけども、2分の1インチのボール、ショートコンディションとかではね、やっぱ結構使えるんじゃないかなというふうに思いました。はい。でね、まあ、まあウレタンボールよりもね、私みたいな球質の選手っていうのはおそらくね、まあ、ピンも飛んでくれるでしょうし、まあ、どうしてもね、ピンが飛ばないって言ったらねちょっと、まあ、違う部分はあるんですけど、やっぱり9本になりやすいので、やっぱりどうしてもちょっとでもねリアクティブ使いたいっていうのが正直なところあります。はい、まあ、そういったところで、まあ、極端なレイアウトにすると、まあ、これだけ、まあ、投げやすくなるっていうのはね、非常に良かったんではないでしょうか。なので、もっとレーンコンディションにおいても、まあ、短いコンディションでの、まあ、攻略法だったりとか、ミディアムの攻略法だったりとか、まあ、そういった私の感覚の中で、しっかり使
作ってですね、まあ、皆さんにもお届けさせていただけたらなと思います。まあ、今回はね一人反省会と言いながら、ブツブツ言いながら投げましたけども、まあ、来年に向けて今からねもう早速準備していきたいなと思いますので、皆さんね今後ともぜひ応援よろしくお願いいたします。本当に悔しかったんでね、はい、といったところで今日はこの辺で終わりたいなと思います。今回も長ければ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。来年頑張ってねという意味でも皆さん高評価ぜひよろしくお願いします。バイバイ、ありがとう。